あれです、みんな時間知りません。LINE 来てました。あ、本当?15分、15分、15分。始まるよ。ログインして。小樽朝陵高校での初めてのオンライン授業は、開始早々トラブルに見舞われました。開始時刻を過ぎているのに、家で授業を受ける生徒と回線がつながらないのです。誰もログインしてきてなくて、ここにいる子たちが今家で待機してる子たちに、もう始まるからログインしてきてっていうのを連絡してるっていう形ですね。導入が進むオンライン授業。しかし教育現場には混乱も。初めてのオンライン授業はうまくいくのでしょうか。小樽朝陵高校では緊急事態宣言の間、生徒を半分ずつ登校組と自宅学習組に分け、1日ごとに交代させて授業を行っていました。今月2週目からは自宅で学習する生徒にインターネットを使ったオンライン授業を始めました。出席取るね。ルカいるね、レンいるね、アヤ、アヤ挙手して。アヤ、アヤがいない。一番いそうなメンバーがいない。これで誰か回線がつながらない。初回からトラブルに見舞われたオンライン授業。40分間の授業で生徒が全員揃うまでおよそ8分かかりました。こっち側見える？ここ見える。ここは見えない。 OK、 じゃあここまで。じゃあ私黒板に書いた文字が見える範囲を確認します。めっちゃ狭いな。わ、ちょっとこんなちっちゃい黒板初めてだな。教室に配備されたパソコンの小さなカメラで映るのは黒板の3分の1です。もうこれ以上ちょっと下かけないんで私横行きます。あ、待って待って、周囲ごめんごめん、周囲。ありがとう。次の黒板行きます。ちょっとさ、書ける範囲がいっぱいになったら次の余白に移動します。その度にパソコンを移動させなければなりません。気を使わなければならないのは範囲だけではありません。これ全部見えてるか教えてください。オレンジって見えんのかな。オレンジもし見えなかったら、挙手してください。見える？ここにオレンジで P って書いたんだけど。生徒が使う端末は画面の大きなパソコンからスマートフォンまで様々、画質もバラバラです。今回初めてオンライン授業を受けた生徒は、やっぱり画質が悪いんでちょっと辛かったりするのと、あと質問するときに見られるところがあるから質問しづらいことがあったなと思いました。教える側にも戸惑いがあります。目を配らなきゃいけないところが増えるというか、カメラ画面の中でどう見えてるかも意識しながら今教室に座ってる生徒に説明をしなきゃいけないっていうところが、やっぱりどこにこう焦点を置いたらいいのかっていうのはちょっと途中で悩みましたね。はい。コロナ禍でオンライン授業の導入が進められていますが、現場はまだまだ手探り状態のようです。都立高校には Wi-Fi の設備はなかったんですが、工事の方は大体3月ぐらいではもう終わってはいたんですが、マイクとかカメラっていうのは欠品状態があって、なかなか購入までには至らなかったというのが現状ですね。ある教材会社の調査によると、道内の公立高校で校内に高速で安定した Wi-Fi 環境があるのは3分の1にとどまっています。校内の設備の問題だけではありません。高校生の場合、端末や通信費は家庭が負担しなければならないのです。やはり各学年10人くらいでしょうかね、学校からの発信したオンライン授業を
受けることはなかなか難しいっていう課題も見つかったっていうのは事実ですね。小中学校では文部科学省の指導により全ての児童生徒への端末の準備が進んでいます。札幌市では児童生徒全員と教師用の端末およそ14万台が去年11月までに揃いましたが、まあ、年度初めについては4月はいろいろ忙しい要素がありますので、まあ、ゴールデンウィーク過ぎたあたりからですね取り組んでいきましょうと、まあ、2学期以降ですねかなりスムーズに進むような形になるのではないかというふうに考えています。マイナス N 分母足し算なのか引き算なのかの違いがあるね。分子も小樽長陵高校では最初のオンライン授業の翌日反省を踏まえ授業の方法が改善されました。プラス MB ここは一緒です。そしたらちょっと画面の前の人ノートを頑張って書いてください。じゃあ次の黒板いきます。でじゃあこれ生徒が挙手ボタンを押して発言を求めていないかや黒板の文字が画面からはみ出していないかを確認するサポートの教師がつくようになりました。しかし課題は山積しています。生徒さんの反応だとかがきちっと分かるようにそれをまたフィードバックして授業の改善できるようなとか生徒がまるで教室で授業を受けているかのようなオンライン授業にどうやったらできるのか。教育現場へのオンライン授業の導入は今後順調に広がっていくのでしょうか。